中国人民解放軍空軍。中国人民解放軍空軍は、中華人民共和国の空軍組織であり、人民解放軍の空軍部門である。人民解放空軍と表記されることがあるが、人民解放軍空軍が正式な組織名称である。1949年11月11日創立。総兵力39.5万人、空挺部隊を含む。 2397機を保有する。戦闘機819機、戦闘攻撃機566機、攻撃機240機、爆撃機約162機、早期警戒管制機10機、空中給油機13機、電子戦機17機、輸送機約333機、多用途ヘリコプター22機、輸送ヘリコプター31機を保有する。この数には、 空挺軍所属機は含まれていない。空軍は軍団規模の空挺部隊を持つ、6個空挺旅団、1個ヘリコプター連隊、1個特殊作戦旅団、1個戦闘支援旅団、直轄の1個輸送機旅団を保有する。中国人民解放軍の航空戦力は空軍航空部隊の他に海軍航空部隊及び陸軍航空部隊がある。 中華人民共和国建国以前の中国共産党は空軍を創設することは叶わなかったものの空軍力への関心をすでに持っていた。第一次国境合作期間の1924年6月16日、孫文はコミンテルンの支援のもと講習に候補軍艦学校を設立した。同年9月には高等高校という航空学校を設立し、 候補軍艦学校卒業生からの選抜生徒を入学させ、航空要員の育成を始めた。中国共産党も数名を高等高校に入学させた。1926年、中国共産党は党員であり、高等高校の卒業生の常健康をソ連に派遣し、航空要員となるための教育訓練を受けさせた。常は、その後、 中国人民解放軍空軍の初代副司令員となった。中国共産党は、その後1927年と1935年の2回に分け、選抜された27名の党員を、航空要員育成を目的として、ソ連に送り出した。一方国内においても、日中戦争時の第二次国境合作期の1938年3月に、新京軍閥の生成祭のもとへ、 航軍幹部等を選抜し43名を派遣し、航空要員の育成を図った。また国民党経営の航空学校にも引き続き、共産党員を入学させた。国民党空軍兵士に対するリクルートも積極的に行われた。この時期の中国共産党は可能な限り当該のリソースを利用し、航空要員といったマンパワーを育成することを主眼としていた。 日中戦争終了後の国境内戦期は中国共産党は中国東北部旧満州帝国の日本軍の路角機や航空用資材を手に入れ1946年3月1日に中国共産党初の航空学校の東北民主連軍航空学校を通過に成立したその後同年5月に内戦の激化により学校をボタン校に移したこの学校には 急に本軍の士官と隊員が教官を務めるなど、重要な位置を占めた。学校設立以後、本格的にパイロットや航空技術者の育成が行われた。1947年7月の時点で、航空要員560名が要請され、うち126名がパイロットとして要請された。彼らはその後に創設される空軍の礎となった。国境内戦は、 最終的に中国民衆、特に人口数の上で最大の無産階級の支持を背景に諸位、人民戦争理論に基づく人海戦術を取った共産党側が内戦の主導権を握り圧倒的な勝利に終わった。国民党側の多くは寝返り残党は台湾に撤退した。国民党の台湾撤退の動きは1949年初頭。 頃から始まっていた。共産党指導部は台湾合衆に向けて人民解放軍の編成の検討を行っていた。中国大陸と台湾の間には台湾海峡が横たわっていて台湾攻略には海軍と空軍がぜひとも必要との見解であった。1949年7月の毛沢東から州、恩来への手紙には中国、共産側が短期間で敵空軍、 民党空軍を圧倒することは不可能であり、そのために旧ソ連軍に要員3から400人を選抜し、6から8ヶ月の教育を受けさせ、かつ100機前後の航空機を購入し、来年夏季には台湾ダッシュに備えたいという内容であった。1949年9月中国人民政治協商会議第1期全体会議で、毛沢東は、 強大な陸軍のみならず、強大な海空軍を保持する、胸の発言を行った。共産党指導部の動きと、並行して、中央軍事委員会は1949年3月に、東北民主連軍航空学校の教員から、選抜主軍一航空局を設立した。この軍医航空局の役目は、共産党の航空事業のすべてを統合し、指導を行うこととされ、空軍設立に備えた。 中央軍事委員会は空軍司令部の設立を決定し、1949年10月25日に初代空軍司令委員以下の人事決定した。空軍司令部は1949年11月11日に正式に設立され、人民解放軍空軍が発足した。準備組織である軍医航空局は直ちに廃止された。空軍創立後段階的に、 6個の軍区司令部が設立された。1950年8月に東北軍区空軍司令部と加藤軍区空軍司令部が同年9月に中南軍区空軍司令部と西南軍区空軍司令部が同年10月に下北軍区空軍司令部が1951年12月に西北軍区空軍司令部が設立された。その後各軍区の名称変更がなされ、 司令部の設置されている都市名となった。東北軍区信用軍区、加東軍区南京軍区、中南軍区武漢軍区、西南軍区重慶軍区、河北軍区北京軍区、西北軍区蘭州軍区また、軍区内に空軍司令部の他に指揮組織が設けられているところもあった。その指揮組織は、復州災難、成都の3都市に設けられた。航空学校は、 空軍創立前は、東北民主連軍航空学校の1校だけで、あったが、空軍創立時に他に6校を開校し、中国人民解放軍第1第7航空学校という名称となった。1953年末には7校から12校に増やされた。この時点で、空軍は約6000名のパイロットと24000名のその他の航空要員を要請していた。 航空要員に必要な人員は陸軍から大量に供給し、教員や装備の大部分はソ連軍の支援により成り立っていた。1950年10月から1954年の初めまでに空軍航空部隊は28個、師団70個連隊が創設され、約3000機の航空機を保有するまでになっていた。中華人民共和国以降、中国と略すは、 朝鮮戦争で朝鮮民主主義人民共和国以降北朝鮮と略す側が劣勢に立たされ戦線が限りなく暴力港に近づくとこのままでは国連軍が中朝国境を越えて中国側に攻め入ると危機感を持った1950年10月末に実質的に中国人民解放軍である中国人民主願軍という形で北朝鮮側に 立ち戦争に参加した。まずはじめに、中国陸軍部隊の人民志願軍が参戦し、1950年12月から、中国空軍部隊の人民志願軍空軍が参戦した。まずはじめに、東北民主連軍航空学校で養成された第4航空師団の部隊を人民志願軍空軍に編入させた。その部隊は、前線基地の安藤飛行場に進出し、そこで、 戦闘訓練を行った。1951年1月20日に人民志願軍空軍とアメリカ空軍の戦闘機同士の空中戦が初めて行われた。この空中戦で中国側のミグ -15 はアメリカ空軍の1機の F-84 に損傷を与えた。また、同月29日にも空中戦が行われ。 中国側は一機の F-84 を撃墜をしたと中国側の記録に記されている。この撃墜は中国空軍史上初である。中国側のミグ -15 はアメリカ空軍の B-29 爆撃機を多数撃墜している。それまでは一貫して朝鮮半島ほぼ全域の制空権を握っていた。アメリカ軍の地震は中国人民志願軍空軍のミグ十五の 登場によって揺らぎ始めた。しかし熟練パイロットの操縦する新型機械マイナス86セーバーの登場により、アメリカ空軍が制空権を失う心配は、機憂であったことを証明した。海マイナス86とミグマイナス15の性能は、ほぼ同等であった。しかし操縦するパイロットの質は、中国側が大きく劣っていて、訓練時間が少なく、実戦経験が不足していた。 中国人民志願軍の作戦機は、数三戦初期は650機、1951年、中頃は1050九1952年末までには1485機をソ連から獲得したとされる。朝鮮戦争の期間、人民義勇軍空軍の戦果は、中国側の発表とアメリカ側の発表が大きく食い違っている。中国側資料では、中国側の損害は、 二百231機、損傷151機で、戦火は、撃墜三330機、損傷95機となっている。アメリカ側資料では、国連軍側の戦火は、九百976機、失った機体は1986機だがそのうち、空中戦で失ったのはわずか147機となっている。1958年7月、国民航空軍の偵察機は、 金門島周辺の福建省の航空基地にミグマイナス -17 やミグマイナス -19 等の中国側の戦闘機が多数集められていることを察知した。周辺上空ではその中国側戦闘機が活発に飛行するようになった。同年7月29日、中国側の4機のミグマイナス -17 が国民党空軍の数機の回マイナス86セーバーを撃墜した。 中国側は福建省に戦闘機を集中配備し、その圧倒的な数で金門島周辺の制空権を握った。その後8月23日に金門島の国民党軍の基地に向けて中国側の榴弾砲による激しい砲撃が始まった。この砲撃に連なる戦闘は金門砲戦と呼ばれている。 翌24日に金門島上空では中国軍のミグと国民党軍のセーバーの間の空中戦が行われた。この戦闘で国民党のセーバー戦闘機が搭載する空対空ミサイルサイドワインダーミサイルにより中国側のミグ -17 戦闘機が多数撃墜された。史上初めての空対空ミサイルによる撃墜記録であった。またこの時に ミグきに命中した不発ミサイルが回収され、ソ連の手に渡った。このミサイルは、リバースエンジニアリングされ、R-3 ミサイルが開発された。このミサイルは中国で、ライセンス生産され、PL-2 と呼ばれている。中国人民解放軍空軍は、多くの面で、ソ連、ロシアの運用思想に基づいて建設されており、そのため、運用する機体はいずれもソ連、 ロシアの技術をもとにして開発されたものである。従来は質的な劣勢を量によって補っていると評されていたが、1960年代以降の中祖対立によって新技術の提供が打ち切られたことから、これらをベースとして発展させた航空機の開発に転じた。現在はロシアとの関係改善や中国自身の経済発展などを背景に、 ロシアからの完成機の購入及びライセンス生産、また国産の航空機に西側の技術を導入することによって保有する航空機の質的向上を図っている。戦闘機については現時点でその数的主力は中国がミグ -21 を国産化した J-7、J-11 としてライセンス生産も行われた SU-27 系列つき、 国産の J-10 戦闘機等であり、多数の第四世代ジェット戦闘機の導入によって、第二世代戦闘機である J-7 等から主力は移行しつつある。また、空中早期警戒管制能力の整備を進めており、輸送戦力についても長く使われた Y-8 の更新のため、Y-9 による更新を図る一方、より大型のイ EL-76MD の取得も、 進めている。その結果、人民解放軍空軍の質と量を合わせた、数量的空軍力は、日本、韓国、在日在韓米軍を合わせたものに匹敵し、インドを含むアジアの空軍で最大であり、訓練時間の増大やエイワックスの導入を含め、その急激な近代化が、アジアの軍拡を誘発しているとされる。2010年5月20日、 グアム島の米軍基地を爆撃できるだけの飛行性能を持つ原油の H-6 を改良した新型大型長距離爆撃機を開発していることが明らかになった。空軍の兵士は資料により記述が異なる。中国の2013年国防白書、中国の武装力の多様な運用では航空兵、地上防空兵、レーダー兵、空挺兵、 電子対抗部隊等としている。2012年にオス電波出版が出版した一般向け広報書は航空兵、空航空兵、地対空ミサイル兵、地空兵、レーダー兵、雷兵、通信兵、空通信兵、空艇兵、空航兵あげこれを伝統語大兵士とし、その他の主要な兵士として電子対抗兵、護航兵、化学防護兵、 防火兵を挙げている。2006年出版の共産党幹部向けテキスト、新世紀新段階の国防と軍隊の建設は、航空兵、航空兵、地対空ミサイル兵、地空兵、降射砲兵、降射砲兵、空挺兵、空航兵,兵並び、通信、通信、レーダー、雷、電子対抗、護航、科学防護、防火、技術偵察、 技差し等の専業部隊を挙げている。2010年に米国空軍情報組織が公表したリポート、ピープル、S リベレーションアーミー r f フォース2010は、ほぼ共産党幹部向けテキストに沿った内容となっているが、専業部隊のレーダー部隊については1957年に空軍と防空軍が合併した時に兵士のレーダー兵に格上げになったものの、 2000年代初頭に再び専業部隊のレーダー部隊に格下げになっと指摘している。さらに2012年に米国の専門家集団が執筆した中国人民解放軍の組織構成に関するリポートは米国空軍情報組織にほぼ沿った内容となっているものの2000年代初頭のレーダー兵の格下げにつては触れていない。総合すると 地対空ミサイル兵、校射砲兵は合併し、地上防空兵となったか、地対空ミサイル兵を、地上防空兵に解消し、校射砲兵を廃止した可能性があるが、プロパガンダの可能性も排除できない。よって、共産党幹部向け、テキスト、米国空軍情報組織リポート及び、米国の専門家集団のリポートの主張を採用し、以下に記す。他 2016年1月に中国人民解放軍は大軍区制から戦区制に移行した。それに伴い大軍区ごとに設けられた7個、軍区空軍は戦区ごとに5個戦区空軍に再編された。戦区首長はすべての軍種、中央軍事委員会直轄部隊から必要な部隊の提供を受け編成を行い、編成部隊の統合運用を実施する。戦区首長は、 先区司令員、先区政治員、先区副司令員、先区副政治員を包括した故障である。先区首長は、平時、戦時に問わず常時の作戦式を行う。先区空軍司令員は、先区副司令員として、先区司令員を補佐する。先区連合作戦式機構と、先区空軍機関は、同じ都市に立地している。空軍機関は、 空軍の戦力建設を担うこととなり、作戦指揮系統から外れた。空軍司令部直轄部隊、新洋軍区空軍、北京軍区空軍、乱州軍区、空軍西南軍区空軍、南京軍区空軍、公衆、軍区空軍、生徒軍区空軍、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。